ベリロシニ港に面した旧市街、ロシニ島の位置ロシニ島は、クロアチアの島。アドリア海北部、クバルネル湾に位置する。本土の都市リエーカの南にあり、プリモリエゴルスキ、コタル群に属する。面積は74.36平方キロメートル。人口は2001年時点で8134人。ロシニ島にある定住地は、以下のようになっている、島内の道路は、 島の全長を走る。フェリーは、隣のツレス島を経由して、ザダルから、そしてプーラからやってくる。また、空港もある。ロシニ島は、ツレスロ市に群島の一部である。ツレスロ市に群島には、ツレス島、ロシニ島、ウニ島、イロビク島、スサク島、ベレスラカネ島、マレス、レスラカネ島、そして多くの小さな無人島がある。ツレス島が、最大の島で、 ロシニ島は2番目に大きい。ツレス島とロシニ島は小さな橋でつながっている。ロシニ島はアドリア海諸島の中で11番目に大きく、全長3 3トル、幅は北から島中間では4 7 5トルである。海岸線は全長1 1 2 7トルとなる。年間の日照時間は2600時間を超え、夏季には ドイツとイタリアからの観光客に人気の観光地となる。年間の湿度は70%で、夏の平均気温は摂氏24度、冬は摂氏7度である。島の最高点はテレブリン山の588メートルとスベティニコラの557メートルである。ネレジネとスベティアコブはこの山地にある。島は石灰岩とドロマイト岩が優勢である。 砂の堆積は栗田半島西部にある。島は温暖な気候で上緑樹が多い。北の高地ではさらに植生がまばらになる。ベリロシニ、ツイカトといった南西海岸は松の森が取り囲む。ロシニ島は古代から人が定住していたと考えられている。これは恐るシツイカのふもととマリロシニ港周囲の砦が証拠である。 ローマ人は島をアプソルスと呼び、ロシニとツレスの島々を集合してアプシルティデスと呼んだ。数カ所ではローマ人のビラが発掘された。いくつかの小さなジ者の教会はローマ時代のものである。中世、ロシニは教会の財産であったり、ツレス島の恐るに住む貴族の所有となったりした。そして定住する人はいなかった。本土からの移住者の最初の記録は、 1280年である。オソルとの契約に従い、この定住者らは1389年に自治を獲得した。ロシニの名が初めて登場するのは1384年である。15世紀以降次第にオソルが衰退するのと並行して、ベリロシニとマリロシニの住民らが次第に重要な役割を担うようになった。 1900年頃のマリロシニ18世紀と19世紀、貿易、造船、船乗り家業が島の発展をさらに加熱させた。長くアドリア海沿岸を支配したベネツィア共和国の没落後、ロシニはオーストリア・ハンガリー帝国の支配を1918年まで受けた。1943年まではイタリア領となり、1945年に ユーゴスラビアに併合された。1991年にクロアチアが独立を果たすと、その一部となって、今に至っている。1945年のユーゴスラビアによる併合は、共産主義体制のユーゴスラビアで生きることを望まない、イタリア語話者の国外脱出へとつながった。これらの国外脱出者らは、イタリアや世界各地で、現在も活気あるコミュニティを持っており、 思い出を生かし伝統を伝える、自治会放を発行している。ありがとうございます。